はみ、い、やさんおはようございます。はい。ということで、本日9月24日日曜日と会い、えー、になりました、えー。本日はですね、いよいよライジン 44, 44、44、えー、開催されます、えー。うちのジムからは、ソヤタガキ岡田亮、亮名が、えー、出ますのでですね、ソヤタガキはラマザン・テミロフ選手、えー、岡田亮は 中島大地選手と競合とぶつかるんですけども、えー、きっと二人なら、えー、素晴らしい試合をしてですね、勝利してくれると思いますので、ぜひ皆さん、会場に行かれる方は大きい声で、えー、そして行かれない方はぜひペーパービューで、えー、応援していただければ嬉しいかなと、えー、そういうふうに思います。そして他にもたくさんいいカード、えぇ、ー、ライジン44ありますので、ぜひあの皆さん、ペーパービューなど、えー、で、ご、ご購入して見てみて、 ください。えー、メインのね、金原クレベルもどうなるか、すごい楽しみですし、えー、私も階級転校したフライ級の、えー、福田竜也対山本アーセンなんかの結果も気になるところなんですけども、えー、楽しみだなと思います。えー、私は、今日はですね、うちのジムからたくさん他にも、えー、今日は格闘技の大会がありまして、シュート、えー、パンクラスありましてですね、えー、総勢9名が、 大会に出場するということで、私は、えー、パンクラス、笹、国久のセコンドをこれからですね、えー、ついて、その後、そのまま、あシュート、打ちたたけるのセコンドをつきたいなと思ってます。えー、セコンドはつけないんですけども、えー、他にもですね、カレン、黒沢良平、藤田宏、 パンカラスに出ますそしてシュートは小山さん、えー、磯部鉄身、えー、出ますので、えー、皆さんね是非あのパレスチナ・マツダこの小木の日常を見てる人は応援していただければ嬉しいかなとそういうふうに思ってますはいということで皆さん、えー、本日は格闘技一色の日となりますので、えー、ツイートとかですか SNS でガンガンハッシュタグつけてつぶやいてですね 格闘技一色の一日にして盛り上げていきましょう。では皆様ご視聴ありがとうございました。